森夏美は、東海テレビ放送のアナウンサー。岐阜県本須市出身。血液型 A 型。岐阜東高等学校、成蹊大学文学部卒業。2016年4月に東海テレビに入社。同期に、同局アナウンサーの宮武狩りがいる。入社後は、研修期間を経て2016年7月7日に、放送された同局の番宣番組、フレッシュ。 夏の新番組が始まるよ SP にてアナウンサーとしてデビュー。8月よりみんなのニュースワンの行ってみたらこうだったのコーナーを同期の宮武アナと交互に初めて担当している。コーナーでは滝行をしたりと体当たりのリポートを刊行している。高校時代には放送部に所属し NHK 杯全国高校放送コンテストや全国高等学校総合文化祭の アナウンス部門に出場した。大学1年生の頃からアナウンススクールに通い、大学3年時の2014年5月より、半年間、BS 富士ニュースの第26期学生キャスターを務めていた。大学1年時には、密成系コンテストにおいて、純密成系2012を受賞している。英検2級、関検、準2級の資格を保持している。趣味は一眼レフを持って旅する。 食べ歩き、一人っ子である、ありがとうございます。